今だけは悲しい歌。あ、ユーミンさん、早い。あ、いや、あ、いや、あ、ユーミンさん、ありがとうございます。あ、アッサー。あ、違う、アッサーがまた。アッサー、さすがやな。じゃあ、ツイッターで思ったこと。お、マリンちゃん、ラムちゃん、こんばんは。カーコさん、こんばんは。ということで、そういこう。自分前で、すいません、申し訳ないです。あ、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  FEC チューンド、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  FEC チューンド。KY デンジャラスのデンジャラスナイト、始まりました。 KY デンジャラスのデンジャラスナイト。 KY デンジャラスのコウタと中地と慎太郎です。あらーい、はい、俺ちょっと俺こういうスタイルで今日やっていこう。ちょっと持ってからね、歌手、歌手、そう、歌手、あ、思う、これ意外と。はい、ということでですね、はい、今日はですね、ゲストで、はい、広瀬慎太郎くんを、あ、フルネーム、広瀬慎太郎くん、はい、分かる方もいますかね。お金持ちのね。お金持ちの、はい、慎太郎です。それではちょっとコメント読んでいきましょう。はい、今日のナンバーワン、お、アッサー。アッサー、ありがとうございます。久しぶりの1位、ありがとう。じゃあ、じゃあいつもの選びましょうか。はい、ナンバーワンワン。それ初めて、初めてなんだけど。びっくりだけど、いつもやってなかったこれ。そうなの、初めて聞いたけど。それ、いや、こういう感じでやっていこう。なんか、なるほどね、なんかわかる？そこら辺にいる、たまにいるしょうもないラジオの人みたいな。最低だな。やっていこう。しょうもないラジオの人になるわけね。最低だな。ユミさん、こんばんは、ということでありがとうございます。んん、愛知県からいつもね、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。カーコさん、お、こんばんは、ということでね、ありがとうございます。いや、カーコ、来てるよ、よ、よ、すいません。はい、ほんと申し訳ないです。違います。はい、ということでね、ラム、こんばんは、ありがとうございます。ココナッツピーナッツちゃん、こんばんは、久しぶりに、おー、久しぶり、久しぶり、久しぶりに来ました、ということでね、はい、ありがとうございます。マリンちゃん、コンティニーコインさせてね。そうですね、コンティニーコインもね、早ければ早いほどいいかもしれないです。はい、シュプリームさん、中地くん、コウタくん、チース、シュプリーム会、明るい家族計画です。じゃあ、改めだね。改め、わかるわ。会って言って、いや、会って言って、お前が、いや、改めだろうっていう、そういう、あれで、下り度や。わかりづらいし、ボケも多いし。中田猫さん、こんばんにゃーすということでね、こんばんにゃーす、ありがとうございます。アッチーさん、これね、いつもアッサーかなって一瞬思うけど違うんだよ。アッチーね、アッチーさん、はいはいはい、アッチーさん、こんばんはということで、ありがとうございます。ありがとうございます。中田猫さんがなぜか、おっぱいって言って、え、え、どういうことですか。中田猫さん急にぶっこんできましたね、中田猫さん。でも、中田猫さん結構不思議っ子ちゃんなとこがあるから、うん、大好きです。ということで、サエさん、こんばんは、久々の KY デンジャラスさんのツイキャス閲覧ありがとうございます。おー、ありがとうございますね、毎回聞いていただければツイキャスもやってるということで、はい。ローズさん、お、こんばんはということでありがとうございます。こんばんは。ポップもね、2つ。ひろみさん、中地こうたくん、慎太郎くんや、こんばんはということで、おー、慎太郎くん見たかったの。おー、でもすごい、そんなある人もいるんですか。え、どういうこと、なんで読んどいて、ええー、だから。おかしくない。ちょっと今日クーラーが熱い、ちょっと熱い感じ。これは俺の、言うな、お前は。これは俺の皮膚かな。違う、分かった、挟まれてるからな、今日。ああ、そっか、別に俺も熱いよ。あ、お前も熱いんかい。お前も熱いんだ。ということでですね、はい、ジメジメしてますからね、もうずっと。そうですね、あ、すいません、ありがとうございます。クーラー、すいません、ありがとうございます。ということでね、今日もちょっとおしゃべりしていきましょうか。シュプリームさん、クーラーが逃げた。あー、これ沖縄、スプリームさん、あれですよね、内地の方ですよね、多分。あ、そっか、だからか。ね、はいはい。あ、そう、クーラーが逃げたって。だから、慎太郎が内地の人なんだよね。うん、そう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 。クーラー逃げたは、やっぱ最初は驚きあった。あった、やった。だから、ズボンを着るとか。はいはいはい。あ、ズボン着るって言わないば、内地。そう、履くさ。あー、ズボン着る。じゃあ、着るは何を着んの。上着。え、え、上着を着る。
ズボンは着らないのか。着らない。上着を着る。上着を着る。ズボンを履く。はいはい、履く。でも沖縄の人は上着を着る、うん、ズボンを着る。そう、別にいいんじゃないんだそれ。いやだから俺は戸惑ったよ。ズボン着て、え、着るって。なんかおかしくないみたいな。ここが基準だから、うん、沖縄が基準だから。あ、そう、沖縄に合わせない。そうだね、確かに。クーラーは逃げます、もちろん。なるほどね、うん、はいはい、逃げます、逃げますね。これちょっとマイク交換した方がいいかもしれない。お前こうやった方がいいかも。俺が真ん中行ったらお前ら見れないかも、はい、ということでね、はい、ちょっとマイクがね、いろいろあるんですよね。俺がちょっと後ろ下がった方がいいかもしれない。あと、あ、耳かかってる、耳かかってる。はい、ということでですね、はい、今日もですね、はい、楽しんでいきましょう。中津最近どうなの？あ、最近ね、人生、うん、あのだから先週のね、はいはい、ひろみさんからも来てますけど、今日は中津をどう攻める、はいはい、あの先週攻めすぎたんですよ、だいぶ。先週の放送がね、あの僕の両親にあの未だにセックスしてるかっていうのを、はいはい、生放送で、そうそうそう、生電話をしてあの検証するっていうね、あの企画をやったんですけど、それ以来僕お母さんから今後からあのお母さんに電話するときは電話する内容を LINE で一回送って、先に言うシステム、わかりましたって来てから電話してって言われました僕。だからもう急に電話することはもう中地家ではあの禁止、タブーだ。一回 LINE で、じゃあお前もしもさ、わからんけど、なんか不審者とかにささらわれてさ、そう事故ったりとかね、なんか手締め、ね、締め付けられて、うん、やばいってなって、うん、隙を見てね、携帯やった時に電話取らないってこと。うん、だから一回、だからあ、お母さん今不審者にさらわれてるから電話してもいいって言って、いいよって来たら電話をする。めんどだる。そうもうさすがにね、もうだからあれから電話してないね、一回も。でも一回も電話してない。お母さんやっぱ変な人だよね、正直。いや、変なエピソードとかないの？あるでしょ、今まで人か人生で。変な人っていうか、まあ、天然なのかな、何なんだろう。普段はどうなの？普段ももうずっとあんな感じで、ずっとあんな感じ、もう甘々で。そう、だからこういうね、優しいお母さん、もうしょうもないあれが育つんだよね。そうだよ、相方だろ。育て方が悪い、育て方。いや、確実に。お母の育て方が悪い。絶対お前のせい。いや、親の育て方が悪いランキングじゃん、いいよ、じゃ3人の中で。あー、俺慎太郎さ、うん、お金持ちさ、はいはい、けど貪欲さがあるから、うん、俺は慎太郎の絵は よかったかな、逆にね、うん、まあ、俺何目線だばって感じだけど、うん、めっちゃ俺どう思う。いや、失敗作でしょ。いや、なんでよ、失敗作でしょ、どう考えても絶対中地だよな、どっちかというと。中地はちょっとだろ、どっちかっていうと中地の方が俺は失敗作。あ、申し訳ない、まあもうちょっとね、多方面で。え、クズか。いや、だからこの前もだから中地とね、ネタ合わせで、打ち合わせで、うん、あの時間6時で約束してて、はいはい、あ、最初5時だったかな、うん、で中地が6時でいい、あ、オッケー、6時でいいよって言って、うん、俺6時に急いで来たわけさ、お家に、うん、でお家で待ってたら、こいつが来たの4時間後なわけさ。ビビるさ、それ。まずで、この4時間1回も連絡来ないっていう。すいません。で、聞いたわよ、なんで俺に連絡しなかったのみたいな、うん、ね、せめてね、今何してる、やばい、あとちょっとかかるとかやるやん、うんうんうん、4時間1回もしてんくて、え、4時間俺のこと考えなかったのって言ったら、お前のこと忘れてたって。やばくない？すみません、ほんとすみません。それはもうね、ほんとすみません。やばい、もうこいつ行かれてやがると思って。お前は連絡しなかったの？なんか、いや、俺ちょくちょくしてたよね、3件ぐらい、うん、おーいとか、何してんのけど返信してくれたから、で、忘れてた。すみません、お存在、もう俺が頭に思い浮かばんかった。申し訳ない、本当に申し訳ないです。で、俺、こいつにもう説教っていうか、もう説教どころかも、ああ、もうお前はもうサイコパスだって言って、こいつに、うん、で、中地も俺そうかもしれないって言って、10時に集合して2時間ぐらい2人でサイコパス検索して、ずっと2人で、あー、死に当てはまるやし、お前。あ、お前大勢、お前みたいな。で、最終的にはもう俺が怒るじゃなくて、2人でじゃあ今後もね、サイコパスと付き合っていこうみたいな、二人でね。あ、これ言ったらガチみんな心配する。だからガチ心配する。でも本当にそれぐらいやばいってことね。やばいか、やばいか。まあでもこうだもん。そうだろ。俺も多分、うん、俺もこいつと遊ぶとき、うん、俺も2時間、2、3時間普通に遅刻して待たせて、結局遊ばないって言って俺、うわぁ、やばいな、ほったらかしで一人で帰る。やばいな。いや、だから俺遅刻した時の方法言ったことあると思うけど、はいはいはい、これみんなもね、使ってほしい。まあ聞いてない人もいるかもしれんから、うん、これもう一回言うけど、うん、遅刻した時に、みんなさ、中地とか悪いなと思う、これみんなもやってると思うけど、うん、あと1時
間しかで、あと1時間後しかつけないときあるやん。はいはいはい、やばい、確実にね、もういつ来るの早く来てって言うけど、1時間後しかつけない、うん、そういうときに、うん、ごめん、あと20分でつくとか、はいはい、あと30分でつくって少なめに言う嘘、あこれ俺絶対ダメだと思う。はいはいはい、だってこいつがよく言うのが1時間後に来るくせに10分後につくとか、そろそろつくって言うやん、はいはい、俺そろそろつくと思って待ってたら、うん、で1時間結構長いやんってなる、うん、はいはい、俺それ絶対ダメだと思って。あ、俺もそれは思う。あ、俺の方法は、うん、ごめん今日やっぱ来ないって言えば、え、どういうこと、やっぱ来ないっていう、はいはい、そしたら相手ガチゲレするやん、うん、おー、もちろんで、はい、俺らも打ち合わせを6時にしようってしてて、うん、2時間ぐらい待って来ない、中地に連絡する、中地がやっぱ来ない、うん、とかやっぱ行けなくなったって、うん、ドタキャンの方、うん、もっとやばいこと言ったら、うん、めっちゃムカつくやん、うん、普通に、はドタキャン、お前ふざけんなよってなるやん、うんうん、その2分後くらいに、あ、やっぱ行ける、あと1時間後に着くわって言う場合これそしたら、あ、そしたら、あ、うん、あ、あ、来れるんだ、あ、来てくれるんだって、うん、1時間後、あ、全然来て、来て、来ればいいから、来ればいいから、来いってなる、あ、なるなるなる、いや、本当になる、お前なってた、いや、俺はどっちもイラつくと思うけど、いや、え、なる、お前、いや、お前、まあ、どちらかといえばね、俺、ラジオで言わんかった、俺、慎太郎に使ったんだよ、俺、これ、え、なんて、だから慎太郎とメインプレス遊び約束してて、俺もう確実に40分ぐらいも遅刻するべ、うん、で、慎太郎の LINE で、ごめん、やっぱ今日遊ぶのやめるわって言ったべ、うん、はいはいはい、わざと、うん、そしたら慎太郎ガチ切れして、うん、ふざけんなよみたいな、あともう一人友達いるけど、二人だけどみたいな、あ、気まずだるみたいな、めっちゃ切れてきて、で、俺がバス乗って、で、ごめん、あ、やっぱ来れるみたいな、あと20分後で着くって言ったら、うんうん、もう電話したわけさ、うん、お前早く来いみたいなもうみたいな、一番引っかかってるやしやがや俺かお前やしや、だから俺かもう大きめで言う、言った方がいい、落とすわけ、はいはいはい、ガンって大きめで、なるほどね、大きめでやばいこと言ったら振っとくんだね、もうその方向に、うん、もう来てくれるだけでありがたいって方向にするんだだから俺言ったけど、素晴らしい、これ慎太郎の、うん、なんだ、20万円ぐらいのあのテレビ、うん、壊した、はいはいはい、壊したね、けど、うん、それもまあ俺は素直に言っても怒られたけど、うん、それ素直に言わんければ今思えばよかった、おー、分からんけど、うん、なんか分からん、お家爆破してしまったとか、おー、なるほど、お家燃やしてしまったとか、なるほど、全焼してるとか、例えば、うん、あ、まあまあまあ、やばい、お家全焼させてしまったって言ったら、うん、慎太郎、あーって思って、なるなるなる、来るやん、うん、で、うっそー、テレビ壊しただけ、なんだー、ならんよや、何があるよ、ほんとにそれは絶対ならんよやそれは違うだろ、まあ、まあ、ちょ、家全焼するよりはいいかな、20万のテレビぐらい、みたいなだよな、ならんよや、絶対やめっちゃいいやつやん、切れるだろや、もう、だからそんな感じでね、遅刻した時は大きめに言うっていうのが多分いいかもしれないですね、なるほどね、まあでもそれはちょっと確かにあるかもしれない、遅刻した時の対処法とかあるの、じゃ、慎太郎とかある、俺まずあんま遅刻しないし、そうだな、うわー、かっこいい、10分ぐらい前から立ってる、あーめっちゃかっこいいやつ、超かっこいい、ひろみさんからコメント来てますね、遅刻する事態、いや仕事なら仕方ないけど仕事が一番ダメですよ絶対、いやだから昨日もね、僕たち別の局でラジオのね、あの出演があったんですけど、こうたか10分とかって来なくて焦るじゃないですか、周りのね、スタッフとかも、もうそろそろ始まるけど、みたいな、でも15分ぐらい経ってからかな、あの、コウタがね、来たんですけど、うん、まあ、昨日大雨だったじゃないですか、はいはいはい、尋常じゃないぐらいびしょ濡れの状態で来てびっちゃびちゃで、やばい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 、どうするみたいな、足跡が来てて、パニック、パニック、本当にパニック、どうする、え、着替えからすればいい、とりあえず声チェックからすればいい、どうすればいいみたいな感じでチェック、ね、なって、コウタが取った行動が、あの、みんながいる前で普通に全裸になって着替えからする、全裸はなってんけど、まあまあわかるよ、うん、まあ、結構ね、パンチとかで着替えちゃんびっちゃんで、恥じらいを持って、最悪で仕事が一番ダメですよ、まあね、確かに、まあ、プライベートもダメだけどね、いや、ギリギリに出ちゃうば、遅刻する人あるある、お前も分かるだろ、あー、俺ギリギリまで言いたいべ、はいはいはい、最速だから、あの、まえちゃん、あの、このラジオの場所が FM 沖縄なんだけど、宜野湾から FM 沖縄、俺の家から FM 沖縄まで、うん、11分で着くべ、原付で本気出したら、はい、さよ、深夜早さよ、多分深夜とかだったら、うん、あのめっちゃ空いてる時だったら、うん、11分、12分大丈夫それ、原付飛ばせる、危ないね、しっかりやし、12分前に出るわよ、例えばそしたら何かが起きるわよ、絶対
え、靴下ないとか、そういう時に限って、あ、わかる、はいはいはい、携帯ないとか、あ、原付のあれがない、鍵がない、鍵がない、あ、はいはいはい、はいはい、それが悪いんだと学習しなさい、本当にいやいやいや、お前ある、お前遅刻した時の言い訳とかある？あー、言い訳っていうか、あ、なんか、あ、もう出ないとやばいなっていう時間って分かってるんだけど、ついついオナニーしちゃうよね。わかるこれ俺だけかな。あ、でもわかるでしょ、逆はある。あ、余裕持って30分ぐらい撮ってて、あ、なんだあと15分あるやん、オナニーしようみたいな。あー、で結果オナニーに30分ぐらいかかる。あ、そうは、はいはいはい、これみんなね、コメントのある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 って言うじゃん。ないよ、これあるあるですよ。ないよ、あと15分あるって言って、あ、じゃあ5分で好きな動画探して10分で抜こうみたいな感じの、もうスケジュールを組むわけですよ、自分の中で。だけど結果好きな動画にたどり着くまでにね、15分かかって。 あるあるある、うん、で、この15分で探した動画もまあ、オナニーしながら見て、あ、ここで抜こうって思ったら、あー、なんかちょっと微妙なアングルになったか、あー、なんか微妙だな、もったいないなみたいな、あー、いいね、来た来た来た、いいアングル、いいシーンみたいになって、うん、うわー、気持ちいい、よし行こうって思って時計見たら、うわ、10分遅刻してる。そう、みたいな、あるあるだね。うん、仕事全然わかんない。あのね、俺あとエロ動画あるあるなんだけど、はいはいはい、予告編いっぱいあるよ、はいはい、なんかここをリンクから飛んでみたいな。で、リンクポン押したら予告編があって、あ、この予告編をちょっとパーってスライドしたら俺が見たい動画があるんだろうなと思って、ブワー見たら予告がめっちゃいっぱい、あ、いっぱい関連動画っていうか、ね、うわー、漫画とかいっぱいあって、はいはい、うわーって一番下行ってなんもないっていう。あー、わかる、わかる、わかるだろや、お前、わかんない、それはわかんない、それはわかんない、俺は。は、なんじゃお前、バーって言ってわかんないけど、予告編ブワー見て、うん、下行ってなんもない。だから俺の場合は、え、俺何見てたの、バーって見るけど、なんかその一つだけ罰がついてて、罰をして始まるみたいな。いやいやいや、見れないパターンある、あるだろ。あるあるある、わかんない、俺それ腹立つもん、俺。あるあるある、ジャンルが違うから。飛んで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 、なんもない、うん、そうあ、めっちゃあるよ、超ムカつくんだけど、あれずっと永遠ループしてる時もある。なんか、これ押したら別のサイト行って、で、この別のサイトからさっきのサイトに行ってみたいな、なんかずっと行ったり来たりして。怖、闇だな、なんでよやって。あと2つぐらい何回も同じ動画出てくるとか、あ、リンクに腹立つわ。あるわ、いや見たよや、お前。旅館系が多い。わかる、なんで旅館系が多い。腹立つ。あ、だからスプリームさん、FC2 のアダルト最高ってことで、FC2 最高。FC2？ FC2 めっちゃいい。ヒット率高い。そう？結構見れる。だいぶファールだけどな、俺。FC2。ファールじゃない。ファールどういうこと？ファールヒットっていうから。ああ。ファールしてるってことね。ストライクではないんだ別に。だいぶなんかしょうもないのありますけどね。FC2。あれが多い。FC2 は25秒ぐらいの。なんかちょっと、あれちょっと。ちょっときついな。25秒ぐらいいいぐらい、あ、次のシーン多分いいだろうなと思ったら、なんか続きは本編で下の URL から飛んでください。そういうのあるね。で、この URL 飛んだらまたさっきコウタが言ってた永遠ループにはまるみたいな、で、結果見れないみたいな。会員登録、最近さ、あの、あれ怖くない？騙されるっていうか、この会員登録しましたみたいな。あー、もうおぞましい。もうこの前、うん、普通に会員登録しましたあるやん、うん、最近俺音出たからね。わかる、ベーッベーッベーって言って、うおーってなって、最近一番怖かったのがカシャって聞こえてる。はい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 、顔写真、マジである、顔写真撮りましたみたいな、カシャって。そんなのめっちゃ取り当たったって。めっちゃ怖いぜ。怖っ。で、俺値段いくらだろうと思って9万8000ぐらいだったから、ちょ、払おうかなみたいな。払おうかなみたいな。今そんななんだ。あるある、マジである、マジである、カシャっていうの、マジである。写真めっちゃ怖い、カシャっていうの。音鳴るのある、お前。あるある、だからカシャとかピー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 とか。超怖い。あれ、会員登録しました、いついつまでに払ってくださいみたいな、タイマーがパルル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 。タイマーめっちゃ怖い、怖い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 。タイマーめっちゃ怖い。俺携帯爆発するのかなと思う。ほんとに。最近はね、もう慣れすぎて、あ、またこの手法かって言って、もう俺はもうパッと余裕な顔で、ね、俺も関係ない。俺も今はもう余裕余裕、もう全然余裕、全然余裕。一時期はやっぱ怖かったであるな。怖かったね。まあもうさすがに慣れてるから、今はもう何とも思わないですけど。ということで、ここでちょっとね、今中条携帯がね、こっちにあって。あのね、スーサーね、俺が YouTube とかで俺の履歴やってて、こいつ履歴消すんすよ。いや消すよ、めっちゃ。だから俺とかにある日急に見られないように、うん、こいつが
唯一消してない、履歴消してない場所見つけました。はい、クリップボックス。あるいマジで保存、ね、見つけてしまう。嘘、はい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 、え、クリップボックス履歴あんの？履歴あるよ。クリップボックス。ちょっとさ、中違う。待って待って、怖い。俺も覚えてないもん。あ、待って待って、やばい、そこ飛んでしまった。ということで、中地の履歴。え、どれ？違う、これじゃない。え、怖い怖い怖い。めっちゃクリップボックス詳しいやし、お前なんか。あ、はい。マジで？履歴見れんの？はい、ということで、初めてなんだけど、中地の履歴をちょっと、あ、はいはい、見ていこうと思います。じゃあ、見ていきましょうか。うわクリップボックスちょっと忘れてたな。うわこいつちょっと待って待って、だから、ちゃうちゃう、だからやばいわよ、俺やばいから言ってほしくない、ほんとに。カラオケで思いっくりごっく何をこれ最後まで見れば、あ、押さないといけないのか、これ。あ、そうだね、押さないといけない。カラオケで思いっきりごっくんさせた、飛ぶな飛ぶな、お前、サイトまで、サイトまで飛ぶ。カラオケで思いっきりごっくんさせた、もう最悪。無修正ね。俺無修正しか見ないこだわりがある。あのモザイク入ってたらもう絶対見ない。セフレの献身的なフェラに思わず勃起何見てんだよ。あとはこれすごい、校内射精スペースガン射スペースごっくん。もう趣味バレるやし、趣味バレるやし。こいつやばいな。三拍子揃ってるけど。そういうのが好きなんですよ、本番より。あ、そうなんだ。唾液たっぷりのギャル犯す。ギャル好きだもんな。ギャル好きだもんな。誰が見ればこんなの、お前。あとは誰が聞くばこれ。誰も得しないよこれ。ギャルの唾液でダムを作る。嘘でしょ。ダチのようなギャル二人を犯すとか。ギャル好きなんだ。ギャルが好きなんだな。なんでなんで気持ち悪いんでだろうな。気持ち悪いって言うね。気持ち悪い。なんでギャル。やめようだからもう。いやもうギャル、フェラ、ガンシャ、最高の。スリートップ。俺最近なんか好き、俺好きな、俺リアル恋してしまったのが。AKB で結婚を発表した。ストーリーリカちゃん、好きすぎて話題の人。愛もう俺、あ、ラブラブラブなんだ。いや、ラブじゃない、愛愛、性の面で好きとか、ファンでとかじゃなくて愛してる、愛やさ。え、あの一件でってこと？いや、なんかもう守りたいっていうか。何それ、きつ。母性本能的な。やば、ちょっと、なんて言うんだろう。え、なんでなんで、わかんない。あ、もう理屈じゃ説明できないガチなやつか。うわー、愛か、皮膚から好きっていうか。あ、もう DNA が叫んでるんだもん。呼んでるね、あれ。可愛くない？お前もちょっとね、さっきね。まあまあまあ、可愛い、可愛いけど、可愛いと思うけど、そんな、うわ、俺も愛してるみたいなことはなんないよ、俺は。結婚発表ってなんなん？お前らそういうのない？愛し、なんかファンとかレベルじゃない好きってない？あー、俺アリアナグランデとかもそうなんで。あー、ストーリーリカちゃん、はいはいはい。あ、でも俺も全盛期の大島優子を愛してた、うん、だから大島優子で抜けんかった。うん、だからもう好きで、好きすぎてってこと。だから全然結婚とかも応援できた、あの時は。まあ恋愛禁止だから結婚しないとは思うけど。いや、だから恋愛禁止でさ、うん、結婚発表どう思う、リアルに。いや、クソだな。ダメでしょ。え、俺オッケーなんだけど。いや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 、好きだからか、それは。やりえんよ、あんなの。でも逆にオタクか、気持ち悪くて俺。いや、お前結婚できないよって思うんだけど。オタクはなんて言ってんの？もうガチディスってんの？ディス、あ、でも意外と俺ストーリーリカちゃん好きだから結構ググったんだけど、ストーリーリカちゃんガチファンは意外とそうでもないわ。応援してる。あー、まあまあまあ。ただ、やめないでほしいって感じ。え、追放されたんだっけ？解雇。解放ってか、もう解雇されたんだ。まだ確実はない、確実はないみたいな。いやいやいや、だって、え、これガチで結婚するんでしょ。だってもう言っちゃったじゃん。でもね、うん、しかも、そうそう、これだってだから恋愛禁止って言ってるわけだから、でも結婚するってことはその前に恋愛はしてるってことでしょ。じゃあワイドショーに撮られたみたいな、週刊文春だからなんか撮られてみたいな、ね、その前に言うみたいな。もうそうそう、あー、なるほどね。先手必勝じゃないけど、まあ、しかもあれだ、処女発言してたからね、自分で。自分のこと処女って言ってた。へー、それも信じられないじゃん。だって嘘でしょ、そんなこと言ってるんだったらもう、全ての発言がね。でもちょっと好感持てるのは、相手の男性は、6万円のアパートに住んでる。
好き。ほんとほんと。マジで？え、俺らと一緒ぐらいやしや。そうそうそう。俺らと一緒ぐらい。意外と。いやでも東京出たからね。東京って内地でしょ？もっともっとでしょ。もっとやばいかじゃあ。もっと狭くて。お金目的とかではないんだよね。おお。医者さんだった？いや、お医者さんじゃない。あ、違うんだ。そうそうそう。医療関係の人だけど。お医者さんではない。なんだ。ワンちゃんあるじゃない？ワンちゃん。ワンちゃん。あ、お前がってこと？うん。ないよね。え、年齢しかも同級生ぐらいでしょ？結婚発表してるんだからないだろ。びっくりした今、ワンちゃんあるとかびっくりしたし。だから何を根拠で言ったの？ええと思ったよ。おかしいだろ。あるわけないだろ。いやでもな、確かに。いや、ないよ確実に、あれは。AKB ね。いろんな人ディスってますけど、ちょっとね。え、でもね、この普通はね、あの自分が応援してる人とか、コウタもそうだけど、普通は結婚発表したら、あのおめでとうってね、言うべき。そうだから俺気持ち悪いよ、うん、だからオタクが、ね、じゃあオタクがあの結婚発表ってなんか怒る理由がなんかわからないっていうかさ、え、お前ら結婚しようとしてんのって思う。まあだから AKB のシステムが悪いんじゃないかなって俺は思ったんだけど、恋愛禁止っていう。あ、恋愛禁止だから。ねえ、システム悪くない？まあでもシステムが違う。恋愛禁止って言われたら恋愛したくならん。お前さ、お前らオナニー禁止って言われてさ、どうする？いや本当に。なんでそういくのかな。え、オナニー禁止って言われたらしたくならん？いや、禁止って言われなくてもしたくなるから。いやいや、そっか。オナニーで例えるのおかしい。そもそも難しい。オナニーで例えるのおかしい。隠れてするし。あ、だからあれさ、あの笑うなって言われたら笑いたくなる。ああ。笑ってはいけない。あ、そんな感じなのかな、したくなるってね。そんな感じなのかな。ということで、あ、皆さんコンティニューコインをね、ぜひお願いします。はい、はい、マリンちゃんとマリエちゃんとありがとうございます。コンティニューコインということでですね、それでは、はい、まあ、オープニングトークちょっと長めになりましたが、はい、行きましょうか。はい、ではここで一旦 DJ ユンボーセレクションリップスライムでスライをお聴きください。で、女ってマジ顔変わるな。ああ、変わる変わる。ストーリーゆかちゃんめっちゃ変わってびっくりしたな。へえ。ちょっとコメント読んでいこうか。コメント言ってみましょうか。中田猫さん、やば、イヤホンしないとって。いや、毎回しないと。なんで学習しないの。誰だお前。ラムさん、ラムちゃん、コンティニーコインありがとうございます。ありがとうございます。中田猫さんもコンティニーコインありがとうございます。ありがとうございます。結構か。自分が本当に応援する人はまあ結婚したらいい。まあ、ショッカーまあな、恋愛禁止って言われて。独占欲は100万ぐらい見つくんでしょ。なんとも言えないなぁ。待って、すごい人。まあ、応援したくなるっていうのが、うん、何を求めてんの、ファンは。もう、何す母性本能よく幸せなのかな。子供みたいな感じかな。喜ぶ顔が見ないってことだ。育って、自分で育てる的な。うん、セックスしようとしてるってことではない。それは、いや、違うと思う。それは違う。まあ、あわよくばってことか。それとも、だから中地が言ってたように、うん、セックスはしたくないのか。いや、だからそうじゃん。だからもうガチで。ガチ勢じゃない、もう。親なのかな、わかんないけど。親みたいな感じか。お、ラームさんから。あと30分でココナッツピーナッツの誕生日ですよ。おお、マジで。え、じゃあ、もう人は、じゃあ12時ジャストやろう、やろうじゃん。ねえ。誕生日さ、まあ、これまだ動画になってないんだけど、うん、お前らサプライズしてやん、KY でんじゃって。したしたした。はいはいはい。してもうちょい頑張ろう。もうちょい、いや思ったもん。いやおー、俺、だから、かったな。俺、壮大なことするって思ってて、あもっと。いやだからね、俺らね、よく話すやん。やっぱ誕生日大事にしようって、うん、メンバーのね。うんうん、だから、りょうとが誕生日の時はもっと壮大なことするしね、うん、壮大なことするみたいな感じになってたやん、みんなね、うん、で、今回デコボコとかね、まあ、デコボコ中心でか、はい、そうだね、うん、何をしてくれるんだろうと思って、うん、どっかバカすんのかみたいな、うん、なんだろうって思ってたら、うん、なんかケーキ出して、うん、これ俺たちが作ったってば、みんなでって言って、うん、なんかな、まあ、めっちゃクオリティの高い寝る間も惜しんで作ったって言って食べてみて、うおーすげー、美味しいって言って、うまいうまいうまい、美味しいって言ったら、あ、これジミーのケーキ、何このドッキリみたいな、俺。え、なんか、何これ、ね、でも、じゃあ、でも逆なら分かるべ、うん、ジミーのケーキ、あ、美味しい、実はこれ、うん、みんなで作ったケーキ出しただったらまだ、うん、あ、まあ、まあ、正直面白くはないけど、うん、あ、まだなんか、ほんわかしてる、ほんわかしてるっていうか、うん、俺感動したべ、うん、こいつが作ったって言って、うん、ね、うん、俺たちにバレずに、毎日夜まで作った、うん、夜中まで作ったって感動してたら、
実は作ってません、ね、10円のケーキでした。これ違うね、違う、何このドッキリ。振られたってか、俺もそう言われてさ、お前どう思う。だから俺、これは正直、微妙何になるこれ、マジで、パッシーあれだから帰り両党どうしたら両党二人で。いや本当に俺さ、違うマジで、うんこぐらい入ってんのかなと思って俺入っちゃう、だから食べてって言われて、うん、俺うんこ入ってると思って、二人だ、うん、めっちゃ振ったわよ、うん、美味しいんだろうなって言って食って、おえーって言われて、うん、食ったら、あ、美味しいと思って、俺もう頭でぐんぐるん巻いて芸人だから、ぐるっぐる、どういうこの落とし方するんだろうって言って、ね、それは自分たち作ったっていうから、あ、本はかけねえと思って、うん、まあそれはデコボコの、なんていうの、優しい良さもあるからいいかなと思って、うん、それはそれでいいや、美味しいね、幸せだねってやったら、ジビでしたっていう。なぜ？まあまあな。いやー、ドッキリかけられる方もしんどいですよね。ドッキリっていうのは。ちょっと雑かったな。雑かったですよ。しんどかったですよ。あ、ひろみさんからコメント来てますね。はい、ファン、誰とも恋してほしくない。あ、これ女性がね、男性アーティストとか男性タレントとか、うん、芸人とかもそうなの？の人応援する場合は芸人とかもそうなのかな、どうなんでしょうね。芸人めっちゃわかんないっすね。例えばなんかあれなら分かる、例えばデコボコトラベリング両党、うん、がやりちんだったら嫌やん。嫌だな、あ、嫌だ、超嫌。童貞だってほしいやん、そういうのは分かるから、キャラ的にとか、うんうんうん、え、例えば俺とか中地がめっちゃセックスしてても悲しくないの？それはもうそういう、もう引くってぐらいよ。引くの？ちょっと引くぐらい。引きもしないと思うんだよ。あー、まあね、多分引かないよ。ショックは、いや、みんな引かないの。そう、俺らがやりちんでーすって言って引かないよ、絶対。納得する？うん、納得はしない。納得はしないけど。納得されたくないんだけど。え、どうすか、俺らがやりちんとかだったら引くかな、みんな。引かないと思う。ラジオでこんなバンバン言ってるもんな。ヒロミさん、リョウトのことに関してかな、嫌ってきてます。あー、まあね、まあ、リョウトはね、まあ、だからキャラですよ、キャラ。だから AKB のアイドルとかもそうさ、清楚で売ってるから。あ、そうだね。あ、だからギャルとかいるさ、いっぱいギャルタレントっていうのは、そういう人がなんかビッチとかだったらなんか、ああそうなんだ、しかとかね、ビッチで売ってるね、タレントとかもいるさ、なんかいろいろ。あー、まあな、うん、だそういう人だったら全然大丈夫ですけど。だから剣道小林とかね、うん、ガンガン風俗に行きますとか、そういうのやるけど、別になんか引かなくない？引かないね。でしょ？面白いね、逆に面白い。逆に面白いさ、なんか両党ってでも徹底してるから、うん、あいつよく自分で言うやん、俺キャラ的に童貞キャラが絶対いいから、うん、もう本当はセックスしたいかもしれんけど、うん、したいけど、うん、ちょっと俺は我慢するわって、うん、それちょっとかわいそうだなというのもあるんだよな。でも両党のすごいいいところでもあるよな。魔法使いになるって宣言してました、ね、ストイックっていうか、なんていうか。これ大丈夫かな、リョウト。ということで、はいはい、一つ目のコーナー行っていいですか？行きましょう。中地と一緒に勉強しよう。何これ。はい、ということでですね、ね、まあ今回、はい、冒頭でも話した通り、はいはい、須藤恵梨香ちゃんだっけ、須藤恵梨香ちゃん、あ、須藤リリカちゃん、リリカちゃん、処女宣言してるということで、はいはい、うん、僕いろいろと処女について調べてきました。なんでそんな芸能人で処女と自ら公言してる人、いるの？2017年バージョンをこれ調べてきました。芸能界に処女いるの？芸能界で、まあこれはメディアでね、はいはいはい、自分から言ってるのでそれが本当かどうかは分からないですけども、はいはいはい、でもそういうメディアで、そう公言してるので、その人の一覧ということ、うん、まず一人目、はいはい、綾瀬はるか。え、絶対嘘。嘘だ。これ2017年のラジオで言ってるみたいな。嘘だ。自分やったことないって。ちなみに30歳です、綾瀬はるか。セックスしたことないってこと？うん。でもラジオで宣伝だから、どういうノリなんだろう。だから私はセックスしていませんってラジオで言ったのか、うん、え、やったこと絶対いっぱいあるでしょ、え、ないですをしたことないって女優の取り上げてる女優の感じはね、はい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 、言えません、言えません、ないですよをガチで、はい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 、いや、でもね、文字に起こしてるの。いや、30歳で私処女ですっていうのは逆にマイナスポイントだと思う。ちょっと気持ち悪いよな。きついでしょ。きつい、逆に、なんかはぐらかすぐらいだったらまだわかるけど、確かに、まあみたいなね、して、処女です、処女です言ったのかな、わかんない、続いて、はい、ガッキー。
これ 100% 嘘だと思うんですけど沖縄にいるやってるやつ絶対楽器いや俺も嘘かなと思ったんですけど、これはあの2017年の放送された、まあ、内地系列の番組ですね、うん、パパと娘のという番組でどんな娘よ処女宣言どんなテレビよ処女宣言宣言してる宣言してるらしいですありえないよねありえないちょっと、ね、楽器27歳ありえないいやね本当だっていっぱいねかっこいい人も出会ってるでしょうよ俳優さんとかねえそうと思うまあなんかキスシーンとかもね、うん、それなりにまあ濡れ場とかもそれなりに濡れ場もあるもんな、うん、濡れ場のためにもやっとかんといけないんじゃないかまあ逆に本当なのかなって思ってしまうのもあるんだけど、うん、もうプロすぎて、はいはいはい、ね、うん、逆に続いて、はい、南沢奈央誰イケメンパラダイスのこれあー、初めて見た嘘、はいはいはい、イケパラの分かるけど、分かるでしょ読む順番がねそんなあーみたいな感じじゃん超テンション上がってるんだけどこれ声がリアルすぎて興奮しています一人だけ違う興奮しています続いてまだいる興奮するいや、いっぱいいるよ誰川口春奈ちゃんあーでも春奈はそうかなでもこれどうしたどうした親近感春奈はそうかもしれないそんなにずしやしやいや、ずし言うな確かにねいや、川口春奈ちゃんはそんな感じあるかもしれない、うん、まあ20歳のまあ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 、まあ、まだ、まあ、遊んでない感じしますよね、うんうんうん、逆にめっちゃビッチとかだった20歳か、春奈ちゃんもうこれはアップボーイっていう雑誌で、インタビューの時に公言してるそうです少女宣言をインタビューすごいとか作るいやだからねでもちゃんと言ってるってことだからあ続いて AKB 関連の SKE48 の松井樹里奈ちゃんでも僕たちの同級生俺とか同級生だから俺一個この企画悪いと思うのが、うん、多分呼ぶ順番悪いやつ悪いもう最初にめっちゃ興奮するんだけど最初に二十歳の人を言って、うんそうなんだで多分最後綾瀬はるかやすああそうだね最初に俺ピーク来てしまって、うん、その後川口春奈とか言われても俺結構どうでもいいやつああマジで、うんうん、中田猫さんからコメント来てますねハリセンボンの春奈ちゃんも処女知らんわいやこれ一番どうでもいいよやん知らんわどうでもいいよやん処女なんだそうなんだよ逆にアシュプリームさんからアップボーイって昔はエロ本だったのにエロ本出てるんだエロ本に出てるんだじゃあもうマックスマックスじゃあ綾瀬はるか以上のやつはいるのいやもういないいないわよお前いや俺の中では全部マックスだから全部マックスだからいや川口春奈処女だよいや知らんわ興奮しない知らんわあの川口春奈がと思うんだけどじゃあもうパパって紹介していいもんねはいはいもうパパって言うから、お願いします、はい、松井里奈ちゃん、はい、SKE48、はいアスカクリスティおよくこいつ綾瀬はるかにこいつから言おうとしたなどん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 なももクロの桃田なびっくりだけどな桃田夏子、はいはい、だろうなだってその年齢的にまだまあ23とか工藤綾乃、うん、大野糸北原理恵うわぁ興奮してきたお前自己前やしいいもういいよ興奮してきたもういいやもういい興奮してきたよもうあれやっていけやれやマジではい締めましょうはいということであじゃああと一個はいあと一個調べてきたのはあるんだいいですか、うん、あと童貞はじゃあ逆に能年玲奈も処女ですいいですね盛り上がってきたところでマジで知らんよや能年玲奈処女っぽいよあと1個、はい、皆さんと一緒に勉強したいことがあります、はいはい、AV 女優のギャラ、うん、あ、まあこれは気になるねちょっと気になるかも確かに調べてきましたのでこれちゃんと、お前これまた1位から言うパターンだろ、どうせこれはランキングじゃなくてちゃんと下から言えよ気をつけて、ほんとにいや、ランキングじゃなくて有名な人だけ、うん、で、これは公言してます、公言してる人のみあ、でも確実にやってたね公言してる人のみ、うん、読む順番大丈夫しっかり確認してはい、大丈夫です、はい、僕の好きな順でいいですか、うん、はいはい好きな順AV 女優リオ誰有名ですよ有名、はいはい、リオちゃん、はいはい、リオちゃん、うん年収3000万これ俺思ったより低いなーって年収3000万AV 女優そんなもらえんのリオ週どんくらい撮影してんのこれは月換算で本当に給料と一緒らしいです。あ、じゃあ出た本数とかじゃないんだ。このプロダクション事務所に所属して
で、だからもうサラリーマンと一緒だし、あ、じゃ月収でもらえるんだ。そう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 、まあだから知名度とか本数が上がっていったらその分給料も増えるみたいな。そうなんだ、うん、まあ事務所にもよりますけど、ね、うんうんうん、個人で、個人事務所を設営して、うんうん、そのギャラを直接もらってるっていう人もいますけど、うん、続いて上原愛。ああ、はいはいはい、あ、もうこれも中学校の時も、これはね、有名ですね、はいはい、はい、人ですね、潮吹きで有名な、うん、年収1億2000万。これ AV 女優さ、うん、みんななった方がよくない？やばくない？1億2000万え、なった方がよくない？ AV 女優みんな一旦、あ、でもこれは有名だからっていうのある、うん、まあ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 、年収か、やばいな。続いて佐藤春樹、はいはい、1960万。それはいいって。佐藤春樹だよ。順番順番か。順番もリョートとやればよかったかな。なんで1億円の後に1000万を言う、はいはい、順番。じゃあもうパパっていくしか、はいはい、もしかして上原愛がピーク1番。いや、ラスト今さ、 いる成瀬ここみ、年収2億円。さらっと言ったな。2億円。成瀬ここみも僕大好きです。じゃあもうマックス1位っていいですか。はい、お願いします。青い空。あ、やっぱか。いや、俺もう AV 中なんか分からん、なんていうの、イケメンイコールキムタクみたいな感じだよ、うんうん、AV 中って言えば青い空みたいな。中学校の頃ぐらいだね。なんすか青い空って言うの。今は引退してますね。ちょっと手術しちゃって。30超えてる、うん、はい、ない、言ってるんじゃない。あ、言ってる、言ってるんじゃない、全然言ってると思う、うん、年収5億。まあ、ピークの時ですね。年収5億か、まあ、日本でも有名ですけど、ね、まあ、よく言われてるのが、うん、中国人で青い空知らない人はいない。あ、本当にそれはこれはでもガチらしい、うん、お前オーストラリアで青い空知ってますか、留学してたんだよね、慎太郎が。そうそうそう、うん、で、話のきっかけで韓国人の人かな、うん、中国人の人がいろいろいて、うん、で、AV 女優で青い空知ってますかって言われて、まあ、はい、知ってますよみたいな、まあ、海外での出演の方が多いみたいですね、青い空、まあ、それぐらい有名、まあ、5億、うん、これがもうすごい。 AV 女優ワンチャンあるんだ。じゃあで逆に AV 男優のマックス、はいはい、高い。これはあの加藤隆ですね、まあ、レジェンド、ホットフィンガーっていう加藤隆、3億円らしいです。あー、でもやっぱ女の方が高いんだ、うんうん、で、これワンチャン AV 女優 ありだな。いやでもめちゃくちゃ多いらしいよ。厳しい世界の、厳しい世界らしいです。もうだからアイドルと一緒、アイドルと一緒だから芸能界でも AV 女優って地位的にはめちゃくちゃ高い位置らしいよ。地位はすごいってこと。うん、地位は高い。AV 女優様様なんだ。そう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 、な、三大欲求を一つ満たしてる。だから逆に AV 男優はもうボロクソ低いとかね。うん、もうボロクソ低い。そうなんだ。AV 男優の日本人の人口が今のところまあ70名。びっくりした俺これ。70名。あ、少ない。ね。女が何人だっけ？女が？女数えきれないんじゃない？そう、女がだから何万人いるでしょ？うん、女が何万人いて男子70名だっけ？そう、しっかりない。え、なんでどういうこと？選抜されてるってこと？ね、試験があるらしくて。あ、試験なんだ。まあ、そんなにいらないんじゃん男の試験があるらしくて。で、一説には東大に入るより難しい。知らねえ。本当に。知らねえ。シミケンとかね、うんうん、いるじゃないですか、AV 男優。有名だね。僕ツイッターフォローしてるんですけど、はいはい、たまに、うん、AV 男優の面接が今日ありますみたいな。AV 男優になるための筆記試験、あと実技試験。で、うわ、実技怖っ。俺早漏だから無理だわ。うん、そういう作品。実技怖っ。筆記試験しかむず。別にいいやん。なんで、うん、あ、筆記はいいんだよ。知らないといけないから。うん、だからもうなんて絶対 AV に必要ないっていう知識。メカニズムとか。例えば初めてコンドームが発明されたのは何年でしょうか。うん、まあ、だから逆になんか闇クイズ的な、なんかいらない豆知識的なクイズ。うん、もうちゃんとだからもうね、この段階を踏まえて合格して。AV 男優になって初めて知る男優としてよく言われるの。ランクあったよね、うん、知る男優で、その次がゲイじゃなかった、ゲイプレイじゃなかった。ああ、そうだね。知る男優ってのはね、知る男優っていうのはもう何でもする、だから出す精子だけ、うん、提供する。へー、シミケンも最初知る男優でずっとうんこ食ってたとかね。あ、そう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 、うんこ食うっていうのは何。1日2本食ってた。うんこ食うプレイを撮影したってこと。そう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 。じゃあ下積みってことで、うんこ1本2万円って安いな。
だろう。いやーマジか。1本食ったら2万円もらえる。それがもう AV 界の下積みってこと。常識らしい。え、その次は汁の次ゲイプレイとか、あとまあわ脇役にいるとかじゃない。だから単体 AV 女優と1対1で、1対1はもうあれは多分もうエリートなんだ。超エリートだと思う。すげえ、うん、っていう感じの。汁男優きついな。きついよ。しかも汁男優あれらしいんですよ、精子の量、精子の量で値段が変わる。ああ、はいはい、はい、だなんていう、出したら出した分だけもらえるから、うん、で今行けとか今は行くなとかタイミングを全部監督さんから指示出されるから。え、それきつくない？いやもうきついよ、きついよ。しかも俺 AV 男優とか女優もきついなと思うのが、自分の好きじゃない人とやるよ。うん、こう言ったらだけど、もうね、ちょっと言い方悪いけど、仕事としてね、クソババアとか、うんうんうん、クソババア、お前クソババアとさ、セックスでさ、うん、あーとか言って、クンニとか、うわきつ、無理じゃね。うん、めっちゃ、あ、もう AV 男優すごい、すごいよ、すごいね、マジすごいと思う。女優もすごいですけど、すごいよもう、感謝ですよね、いつもありがとうみんな本当に助かってる、ありがとうな。きついだろうな、一応な、がないと本当にね、なんか性犯罪とか絶対増えてると思う、絶対。あ、うん、確かに。だからそういった意味では本当にすごい職業で、確かにね、救ってるって言っても過言ではないもん、日本をもう、日本、うん、まあも治安をね、日本の治安を救ってますよ。すごいですね。あと他にも調べてきたんですけど何何、はい、何どんどん出てくるな何何、日本で一番高い風俗をラストそれ、あ、じゃあお願いします、はい、順番考えてよ、うん、お願い、値段ね、ちゃんと。まあ一番高いのが、うん、いいの、高いのからでいいですか、はい、ハードル、あ、もうこれもパッて言おうかな、あ、ドンって、あ、はいはい、どうぞ。一晩2000万稼ぐ風俗、一店舗、どういうこと、一店舗ってこと。これもう自分で言ってる、なんか世界で2番目に美味しいメロンパンアイスみたいな感じ、サイトに一店舗で2000万ってこと、1日。いや違う、一晩だからその女の子と一晩共に過ごすだけで2000万だから、普通ね、そういうこと、高いってことね、はいはいはい、普通風俗って40分とか、40分で1万ちょいとかでしょ、うん、でもそこのお店は一晩、一晩換算、一晩も貸し切りなんだ。そうそうそう、で2000万かるってこと。2000万かかる。それは何がいいの、だから例えばめっちゃ美人で、これに書かれてるのはめっちゃ技術あるとか、芸能人が働いてるらしい。え、だから普通の風俗って、まあ、顔は隠してるけど、まあ、首から下とかなんかエロい写真とか載ってるんですけど、これはシルエットだけ、某有名人ですが3人ぐらいかな、3人ぐらいが働いてる。芸能人専門ってこと。じゃあ相当口硬い、確か2000万も払えば口硬い、広まらんか。じゃあ2000万あればどっかの芸能人と、うん、いや高すぎるだろう。いや分からんけど、芸能人でもシルエットでしょ、怪しくない。俺らのイメージはだから分からん、元 AKB とか分からんけど、元で元芸能人って言ってる芸能人武装いっぱいいるよ。いやだから分からんけど、なんかね、泉ピン子とか知らんけど、最悪だろよお前。いや分からんけど、ああいうね、なんか嘘はついてんやん、芸能人。なんで泉ピン子でしょ、だから芸能人やだから高い、これちょっと怖い、高いね、逆に、うん、チェンジとかできるの。チェンジ、いやーどうなんだろう、よく風俗チェンジあるとか言うさ、うん、いやだから、うん、春菜愛とか来たらどうする。チェンジ春菜やばいな、うん、いやまず春菜俺一回これやってみたいけど、ね、ダメだろやお前、人生一回なら。うそ、チンコ生えてるっけ、生えてないだろ、体は。あー、どっちだろう、女で女で。玉はないよな、うん、全部もう玉はないはず、全部なかったんだ、全身整形はしてる、うん、ああはいはいはい。いやそれでもだからチェンジ、俺さ風俗のチェンジのシステム怖いなって思うのが、うん、だからね、だから先輩、俺の先輩体験したって言ってたけど、うん、風俗嬢はね、チェンジされたくないやん。はい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 。チェンジされたら給料低くなるって聞いたんだけど、うん、本当？低くなるってちょっと下がるんでしょ。ああ、どうなんだろう。チェンジされすぎたらその風俗やめ捨てられるとかもあるし。はいはいはい、はい、チェンジってさ、もうその人の顔を見て、あ、この人ダメ、チェンジみたいな。多分だから触ったらダメだったんだな。そう、いや触ったらダメだから、俺の先輩こうクソデブな女がカーテンバー開けて走ってきたって、サオリに触ったらチェンジできんから、鬼ごっこみたいな、すげえ狭い個室やん、うん、触ったらチェンジできんから、クソデブなブサイクなババアがカーテン開けたと怖さやん、走ってきてチェンぐらいでバーンされて捕まった。一番友達、あー一番友達、怖ーと思って、必死だ、
もう陣取りみたいなもんや、うん、ちぇ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 みたいな、もうすぐ叫ぶだこの攻防ということで、来週、慎太郎が、密着嘘でしょ、ロケにね、はい、風俗に来週行ってくれるので皆さんぜひ、はい、そちらの方もお楽しみください、うん、ということで、はい、中地と一緒にお勉強しようのコーナーでした。それではここで AKB48 でポニーテールと手指をお聞きください。風俗は未知数だよね。チェンジコア、やばい、ずっと下ネタの話してる、申し訳ない。シュプリームさん、はい、高橋翔子いいよね。え AV、 いやー AV 女優誰？いや芸能人、芸能人か。ヌードも出してるのかな。 AV を、あ、この人かってなるよ。中田猫さん、すごっ、青い空、名前だけは知ってます。あ、やっぱみんな知ってる。砂川さん、こんばんは。砂川さん、こんばんは。PTA のなんかPTA 界のなんか始まりみたいな。砂川さん、こんばんはみたいな。ヒロミさん、元 AV 女優やってこって彼女に似てる。あー、いい質問来ましたね、これ。んー、正直俺は無理やす。俺も無理だな。わかんない、お金も…あー、でも無理だな。いや、俺は無理だな。俺、キャバ嬢も無理だもん、元。俺もできたら自分の彼女にする人も、ほんで、なんなら元彼もいないでほしいもんね。あ、完璧な状態の純粋俺のものっていうね。それはちょっとわかる。わかる、わかる。一からもう、自分のものにしたい。俺いけるかも。なんでよ、なんでよ。いけるかも。何を求めてんの、技術？いや、女子力。圧倒的にその辺の女子より普通に女子力高いと思う。ああ、そっか。化粧とか 見られる職業だから、うんうん、まあ、自分。いや、でも、元ではだから元だからいい。だから現 AV 女優とはさすがに付き合えないけど、元 AV 女優って別に分からんぜ。クソデブババアなるほどされるに。言い過ぎだろそれ。ヒロミさん、春菜、女だけど、大西健治で。名前聞いたら大変だ。確かに。名前聞いたら死になるな。確かに。セックスしてる時にな、健治って言われたらもう嫌だな。サーエさん、出会い喫茶行ってみたら、わら、沖縄にあるかわからない。出会い喫茶？うん。俺、あれも行ってみたいな。マジックミラーの。お店。ああ、県内にあるの？なんでマジックミラーのお店って。なんか女の人があっち側にいるのかな。で、自分申し訳ない。よくわかんない。自分が見えないんだったから。相手側が自分たちを見えない。でもなんか、うん、自分たちからは窓の向こう側は見える。いや、だからオナニーとかしてるのか。オナニーするの。いや、だから。みんな普段通りね、あの通ったりするさ、普通に、うん、その景色を見ながらセックスする。ああ、違う、俺が言ってるそれじゃない。お店やす、お店、俺が言ってる。ああ、そのお店なの。うん、へえ、初めて忘れたけど、なんかあった気がする。マジックミラー、相席屋とかはあるけどね、沖縄の人から。なんか、女性の人は入場無料の。ああ、その通り。あるな、あるね、よくある、よくある。そこで出会うっていう話もなんか、もう俺クラブの男がもう気持ち悪くてよ。いや、自分たちって俺ね、俺らも好きじゃない、楽しいやん、クラブ楽しいけど、楽しかった、楽しいし行くけど、たまにいるもなんかよ、ブサイクに限ってさ、うん、女しかそうしない、うん、あー、うん、俺だ、どうした、お、え、なになになに、俺だ、お前かい。お前かい。俺だ、近くに本当に、あの、イケメンいるやん、ヒップホップな、うん、ああいうやつがこう普通に音楽楽しんで、ブサイクか、なんかグイ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 じゃん。一緒に飲もうぜ。俺だー、お前かい。あー、隣だー、お前かい。あとよ、なんかそういうやつに限って中心じらす、なんか俺だー、お前かい、俺だー、お前かい、仕切りたがるんすよ。俺だ、そういうやつに限って肩車の一番上に。俺だ、俺だ、お前かい、お姫様抱っことかしたがるんすよ。俺だ、そういうやつに限って一人も持ち帰ってきない。俺だ、お前かい、一回も経験ない。何だろうこれ。KY デンジャラスのデンジャラスナイト、はい、ということですね。ちょっとクラブの話戻りますけど、 KY デンジャラスの、はい、はい、クラブで1回だけ、はい、めっちゃ
グイグイに逆ナンされたことがあって、待って、俺はマリアン、俺はマリアン、あるあるんですよ。知った美人に、いや知った美人に、知ったセクシーなやつに、うん、俺しチンコみたいな場合こんなとか知ったらキツすりつけてきて、いやそれはそれで泣いたやつさ、あ泣いた泣いた、そうなの、な、俺は普通にクラブ初めてだったから行ったんだけど、もう普通に音楽楽しかったわけ。でもなんかそういう人がいるさ、ごく一部女の人 でしょ、女の人で、俺もさすがにちょっと引いた。いやマジか、今すぐフェラしますよみたいな雰囲気だった、美人だったけど、俺もあっちかグイグイ来られて、でしかも外人、外国の方、アメリカの人かな、ヒエーみたいな感じで、それでも音楽楽しんでる感じですか、うん、でノリの肩組んできて、でめっちゃディープキスしてから、うわーと思って、お前はもう勃起するさ、勃起してちょっとなんか、お前がディープキスしたわけね、いや違う、あっちから、あっちから応援してきた、そう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 、でクラブが終わって、外でちょっとその女の人が出てくるの待ってきたら、この明るいところに出てきたのシカババアめっちゃ鳥肌立って、本当に暗い時はシルエットで可愛かったとか、まだクラブマジックってやつですこれ、70ぐらい70ぐらい、お前じゃ70、俺金髪に見えてたんだけど、明るいところに見えたら白髪全部、お前じゃ70のババアとディープキスしたってこと、あーもうやばかった、わー、ちなみに味はどうだったの、ディープキス味は、まあなんかレモンの味が、なんでよなんでよ、ちょっとエロいわよレモンということで、すいませんね、下ネタが大好きすぎたよ、ほんとに楽しいんですよ僕たち、すいませんね、申し訳ないです、ちょっと今後も楽しいラジオをしていこうと思います、はい、ということで、今日も皆さんお聞きくださってありがとうございました、ありがとうございました、以上 KY デンジャラス、おわ、あ、おわじゃないな、以上 KY デンジャラス with 慎太郎、デンジャラスナイトでした。皆さんありがとうございました。ありがとうございました。また来週。ありがとうございます。最悪な経験なんですね。やばいな。懐かしい。懐かしいな。最悪や。金髪の伸ばしたら白毛なんておもろいな。本当にめっちゃ怖い。めっちゃ怖い。本当に。めっちゃ怖い。でも結構いいな。じゃあコメント読んでいきましょうか。ひろみさん、中地遅いねのバケ。中田猫さんお疲れ様でした。ラームさんお疲れ様でした。ゆぱちゅうみさんお疲れ様でした。ありがとうございます。ありがとうございます。あと3分ぐらいね。そうですね。付き合ってください。ココナッツピーナッツちゃんの誕生日祝って今日は。あ、そうだ。そうだ。ココナッツピーナッツちゃん聞いてる？いやでもコメントしてたよ。さっきはしてた。うん。あルナッペね、これだと同級生ね、めっちゃイケメンと付き合ってる。中地どんまい爆笑ということでね、ふざけんなよ、なんでよ、どんまい、お前、お前、マリンちゃんお疲れ様です、ありがとうございます、ということで、じゃあココナッツピーナッツちゃんの誕生日まで、うん、でじゃあ最後、じゃあ中地ね、ちょっとなんていうの全身でっていうかね、全身で、まあ全身はいない、言葉でじゃあココナッツピーナッツちゃんの、ああ何歳になるのかな、ココナッツピーナッツ17、18じゃない、17か、高1、高2、あ、違うよ、中学生だ、あ、そうだ、ね、そうだ、そっかそっか、多分こんがらがってるね、いろいろ13、まあまあね、1年年を取るっていうことに対して14になるんじゃないかな、あ、15、あ、中学3年生、うん、じゃあどうぞ、中地からのね、言葉です、ココナッツピーナッツちゃん、まだ14歳と、あと3分後には15歳になるんですけど、2分ね、はいはいはい、来年3分か、16歳になるんで、うん、僕と結婚してください、お気に入った、お気に入った、嘘攻めたかなと思ったんですけど、ラムちゃん16歳、これでまずココナッツピーナッツちゃんが聞いてなかったらどうすれば、これ出てきてないんだよね、うん、ね、じゃあとりあえずじゃあめっちゃ笑顔でじゃあハッピーバースデーって歌おうか、はいはい、じゃあ中地が音痴だから、うん、中地中心で歌ってやる、じゃあ59分だったら歌うか、じゃああでもラジオギリギリだね、いいじゃない、じゃあ歌いましょう、はい、いきますか、はい、せーの、ハッピーバースデー歌えや、いやそういうやつじゃない、お前がちゃんとお前音痴だから、お前が、あ俺先行だ、メインメインメイン、オッケーオッケー、ハッピーバースデートゥーユー、あやった、ハッピーバースデートゥーユー、セックス、ハッピーバースデーディアココナッツピーナッツちゃん、ハッピーバースデートゥーユー、おめでとう、ココナッツピーナッツちゃんおめでとう、15歳、私は少女ね、卒業した、ダメです、はいはいはい、
やめて。はい。YouTube に残りやんって聞いて。最悪だよ。ということでね、ココナッツピーナッツちゃんおめでとうございます。おめでとうございます。ね、ぜひ、15歳、今15になる。じゃあ15歳もね、ぜひ楽しんでください。楽しんでください。はい、ということで、それではそろそろ終わりましょう。はい。もうあと10秒ですね。うん。皆さん聞いてくれてありがとう、ありがとうございました。デンジャラスナイトでした。バイバイ。おやすみ。あ。すみません、ありがとうございました。ありがとうございます。